値 95% ワンプーチンの正宗胡椒餅300円。何これ。今はねまだ焼き小籠包をこう食べてる人多いんですけど、一気に広がると思います。何入ってんだろう。こちらが期待度ナンバーワンの正宗胡椒餅を取り扱うワンプーチン。正宗胡椒餅、何それ、そこで売ってんだ。大ヒット間違いないと言われる胡椒餅とは一体。ちょっとこだわりのあるアンパンみたいなね。そうですよね。これが第1位の正宗胡椒餅。胡椒餅だな、はい、胡椒餅。胡椒八角などの香辛料でしっかりと味付けをした豚肉と、結構スパイシー、あー、肉の甘みを引き立てるための青ネギをたっぷりと混ぜ合わせ、入れるね、自家製の皮で包み込む。綺麗に包んだな。めっちゃ綺麗。そしてコーンの石窯の内側に貼り付け、焼き上げると外はカリカリ、中はもっちりとした皮に仕上がるのだ。すごいな、美味しそう。スパイシーに味付けされた正宗胡椒餅、果たしてそのお味は。あ、音がいい。た瞬間にピリッとしたこう感覚とネギの風味がドーンと口飛びるんでしょうね。すごいすごいすごい。男らしい味付けですね。うん、なんかそうだね。ガツンと、ガツンと。あ、食べたい。これはいいね。ふと気づいたんだけどさ、はい、飲み物なくてもいけちゃってるんだこれ。あ、そうですよね。大体肉汁がもうすでに喉を潤してるっていうか。お前、お前それ。悔しいよ。長田さんも悔しい。今の欲しかったね俺。焼き小籠包の次に流行る横浜中華街食べ歩きグルメ、うまそうだ。皆さんお試しあれ。